11月3日金曜日、文化の日。熊本大学医学部附属病院緩和ケアセンター市民公開講座。緩和ケアという言葉をご存知ですか？がんなどの重い病気になった時、患者ご本人またご家族の痛みや不安などの苦痛を和らげるケアのことです。緩和ケアを進められることは決して余命が短いというわけではありません。苦痛を減らし、一人一人の幸せや生きがい、人生観を専門スタッフと共に考えていくことも大切な治療の一つで、診断早期から始めるべきとも言われています。11月3日金曜日、文化の日、午前9時から阿蘇医療センター講堂で、熊本大学医学部附属病院緩和ケアセンター市民公開講座が開催されます。阿蘇の大自然と共に生きる人々と緩和ケアをテーマに、阿蘇市での緩和ケアの現状や熊本大学医学部附属病院での緩和ケアについての講話があります。今や日本人の2人に1人ががんになる時代、いつか来るかもしれないその日のために、一緒に緩和ケアについて考えてみませんか？詳しくは熊本大学医学部附属病院緩和ケアセンターまでお問い合わせください。